めっちゃ真面目な質問なんですけど、生きてる意味って何だと思いますか？いや、生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので、意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすれば、だらだら生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので、意味なんて持たない方がいいと思います。